重松明は、福岡県北九州市を中心に活動している。フリーアナウンサーで、元、NHK 北九州放送局の契約キャスター。配偶者は、歌手で、音楽プロデューサーの大内義明。北九州市八幡西区黒崎出身。喫水の黒崎っ子であることを誇りにしている。福岡県立東地区高等学校を経て、江南大学法学部を卒業後、 1999年に NHK 北九州放送局に入局。以後、2007年3月に退職するまで8年間在籍した。最初の4年間はニュースシャトル北九州と週末のニュース全般を担当した。2003年に夕方へ移動し、夕時ワイド福岡北九州パート、南しようん、北九州の進行役を務めた。 北九三の海の親と言われており、ナンシオンでは毎日コンビを組んでいた。また、担当していたコーナーの関係で、大内義明が開いた音楽の専門学校で特別講師を務めた。在任中、年に数件ほどイベントの司会を務めた。2007年3月で、ナンシオン終了、NHK を離れた。現在は、フリーランスとして、放送メディア以外でも活動している。 なお北九州局の事情から2008年10月以降半年間臨時代理職ながら再び NHK の番組に出演しておりぐるっと8県九州沖縄の北九州パートを担当した上記の番組で共演した大内義明と2009年4月に結婚子供が二人いる結婚式の際に大内は I love you 秋という自作曲を披露した かつて公表されていた公式プロフィールで、片付けられない女であることを明かしていた。そのため、30歳を迎えた2006年には、何しようん北九州で、彼女のために女性を磨き上げるコーナーが作られた。同じく2006年度には、釣りに挑戦するコーナーも放送された。エリア内にある、釣り具メーカーに広報として勤務し、自ら、釣り師としても地元マスコミに、 数多く露出している男性の指導を受け、一年をかけて腕を磨いた。そして終了試験では体長4 6 5トルのチヌを釣り上げた。ありがとうございます。